袁紹曹操たち討伐軍の進撃を知った丞相董卓は時の都洛陽の全てを焼き払い長安へ都を移した。独断で追撃した曹操軍は呂布の奇襲作戦にあって敗れ、討伐軍は廃墟の洛陽でなすすべもなくとどまっていた。いつまで後片付けしてなくちゃならねえんだ。洛陽中片付けるにゃ何年かかるか分かんねえぜ。どっこいしょって。こんちくしょう。はい、何がおかしい。お前たち悔しいと思わねえのか。董卓の野郎が焼き払って逃げたからこんな後片付けさせられるんだぜ。その董卓を追撃もせずここでボケーっとしてるなんざバカみたいだぜ。おい、どこの若造だか知らねえが、お前も俺をバカにして見物してるのか。いい加減にしろ張飛。だってよ、こんな無様な格好見物されたんじゃ俺のメンツってもんがよ。公孫さん将軍のもとにいる劉備玄徳です。あなたは孫権将軍のご子息孫策殿とお見受けしますが。やはり玄徳殿でしたか。失礼しました。調査軍大使孫権の一子孫策です。止水艦の先陣の時公孫さん将軍からあなたのことは聞いておりました。そうですか。今度の董卓討伐軍に参加したのが初陣です。三兄弟の活躍ぶりを見てさすがに豪傑すごいなと感心しておりました。話せるじゃんか若造。じゃない、孫策お坊ちゃん。俺が三兄弟のしんがりの張飛、よろしく。調子のいいやつだ。呂布と戦った武勇伝を聞かせてください張飛さん。ああ、いいとも。兄者、今日の仕事はこれで終わりね。ま、一杯やりながら語ろうではないか。ああそう、君が孫権将軍のお坊ちゃん、どこか品があると思ってたんだよ。うん。玄徳殿、これから天下はどうなるのでしょうか。残念だが私にも予測はつかない。曹操殿の追撃が失敗に終わり討伐軍の士気は落ちるばかりだ。ただ乱世がまだまだ続くことだけは確かでしょう。希望はないのでしょうか。若造の私が言うのは生意気かもしれませんが、漢帝国の血筋を引く玄徳殿こそ天下を一つに収める方だと信じております。今の私にはそんな徳も力もありません。いえ、父もそう申しておりました。困りましたね。誰かが良い天下を築かねば。孫策殿は名門孫家ので将来を楽しみにしています。いえ、私はまだ手柄の一つも立てていません。父はそれが不満のようです。関羽さん、どうしたら立派な豪傑になれますか。勇気を持つこと、勇気こそ最大の力です。はい、そのお言葉忘れません。それとよく飲んで眠ることかな。訂正明らかならずか。帝府。はい。見ろ、シビエンが霞んでいる。協調の印だ。乱世はまだ続き、天下は焦土と化すでしょう。苦しむのはいつも民衆。嘆かわしいことだ。ところで孫策の姿が見えないようだが。玄徳殿を訪ねると申しておりましたが。おお、劉備玄徳殿。少しは豪傑たちの息を見習う気になったかな。将軍、至急お越しください。何事だ。おかしなことが。おお、不思議な光だ。中を調べろ。はっ。女の死体か。帝に仕える女官と見受けられます。
ん？何か光っている。中を改めろ。は。テーフ、これは何が掘ってあるのだ。呪名雨天鬼獣栄翔。これは伝国の玉璽、代々皇帝の位につく者だけが持つものでございますぞ。何、玉璽だと。玉璽、董卓が洛陽を捨てた時、この女官が一命をかけて守り抜いたに違いありません。どうしてこれがわしの手に。天が与えたのです。なんと、あなた様が皇帝の位につき、この国を治めよとのおぼし召しに違いありません。何、大それたことを。いいえ、時は来たのです。そう信じるのです、将軍。分かった、テーフ、信じよう。このことを知ってるのはお前たちだけだ。他言無用、漏らした者は即座に首をはねるから、そう思え。は、断じて。死体を元へ戻し、明け方までに我が軍を引き上げさせろ。は。天は我に味方したもんか。ん？な、何者だお前。怪しい者ではない。孫権軍に潜り込んでいた者だ。総大将に会わせてくれ。総大将は酔いつぶれて眠っています。決して誰も通すなとの命令です。一大事なんだ、勝手に通るぞ。あ、こら、待て。孫権殿、遅かったではないか。諸侯もお揃いでちょうどよかった。最近どうも健康が優れず、陣中の務めも思うに任せぬ。ここでしばらく国へ帰って静養したいと。孫権殿、その悪い病の虫を教えようか。ん？昨夜お主は検証殿の井戸の中より何を拾われたかな。何？お主が朝廷の玉璽を手に入れたことはすでに知っておるのだ。玉璽だと。孫権、玉璽を拾ったとなれば、まず総大将のわしに告げるのが筋道であろう。玉璽は誰が持ってもならん。それを密かに持つとは、天下を狙う証拠。炎症、言いがかりも甚だしいぞ。何を証拠にそのようなデタラメを言うか。証拠はそこだ。何？貴様、どういうつもりだ。ほら、この俺、あそこにちゃんといたでしょうが。貴様、偽りを申し立て、このわしを罠にかけようとするのか。商人の口を封じるつもりか。無断で兵を帰国させたはことを構える算段。もはや謀反は歴然。ここで成敗してくれるわ。何？ここで味方同士、血の雨を降らせて何とする。さよう、このようなことが世間に知れたら民衆の支持を失い、長安の董卓軍は手をたたいて喜びましょうぞ。まあまあ、ここはひとまず落ち着いて。共に戦った同士ではありませんか。ならば、その証を何とする。わしも一国一城の主だ。二言はない。もう一度。はい。もう一度。はい。大変だぞ若大将。
孫権殿が総大将と大喧嘩だそうだ。孫権が玉璽を持っていることは確かだ。このまま帰国させてはならぬ。顔料、孫権の動きを見張らせろ。は。あいつにだけは渡すものか。このわしが奪ってみせる。父上。なんだ、孫策か。その玉璽、帝へお返しください。何？袁紹殿と争われたことは聞きました。そのことなら気にするな。いえ、重大なことです。私は父上を見損なっていました。何？父上は国のみんなから慕われる立派な大使でした。それが玉璽を手に入れて目がくらんだのですか？皇帝の座を狙う野心家になり下がったのですか？黙れ黙れ孫策。弱敗のお前に天下のことがわかるか？玉璽の力は知っています。諸侯の誰だろうと、玉璽を手に入れたらそれを自分のものにするだろう。ただこの玉璽が運よくわしのこの手に入っただけだ。それがなぜ悪い？皇帝とは権威の印だけで立てるものではなく、徳と仁によって初めて天から与えられるものだと信じます。言うな孫策。初陣とはいえ、未だ何の手柄も立てられぬ育児なしが、よくもこのわしに体言吐けるが、下がれ行け。貴様の顔など見とうはないわ。総大将袁紹には今後の対策を立てる気力も、討伐軍を統率する能力もなかった。諸侯たちは協議の上、討伐軍は解散と決めた。玄徳たちは再び平原県へ戻り、時の来るのを待つことにした。畜生、また田舎暮らしに逆戻りかよ。あの戦いは何だったんだ？腐るな張飛、董卓の首を取らないうちはわしたちの手柄も認められんのだ。へい、その董卓もみすみす逃がしてしまってよ。その挙句玉だかハンコだか知らねえけど、喧嘩をっ始めるなんて最低だぜ。兄者、孫権殿は玉璽をどうされるつもりでしょう？あの玉璽さえなかったら、この井戸さえなかったら、父上は迷わずに済んだのだ。孫策殿。玄徳殿。どうしました？涙などを見せて。父のことが無念で。玉璽のことですね。父は玉璽を手にした途端に、己だけの野心を求める鬼になったんです。バカ者。父上の真意も正さず、己の判断だけでことを決めつけるとは、何たる独断ぞ。男ならことの良評を正して後、己の正しい道を選ぶべき。孫権殿はあなたにとってはただ一人の父上です。どうした、帝府？はあ、若の姿がまだ。わしを捨てたやつだ、構うな。はあ。ここか。申し上げます、孫権がただいま引き上げました。うん、手勢はどのくらいだ？総勢十数人です。少数とは都合がいい。顔料、直ちに追撃しろ。必ず玉璽を奪い取るのだ。はっ。父孫権を誇りに思い、一途に信じてきた孫策にとって、玉璽の問題はあまりにも大きかった。孫策の純真な気持ちは、父の個人的な野心を許せなかったのである。これ待て。朝から丸焼きにありつけるとついてら、そっちは行き止まりだぞ。観念するんだな小豚ちゃん。うっ。今のは袁紹の家来ども、
一体どうしたってんだ。あ、俺の朝飯がいない。男なら事の良非を正して後、己の正しい道を選ぶべき。それが勇気というもの。あなたにとってはただ一人の父上です。親を信じられなくなるほど苦しいことはないでしょう。それに打ち勝たねば男ではありません。おい、どこだ俺の丸焼き。おっと、バッケル。あ、今のはお坊ちゃん。ありますように。守れる。受け取れ。わしに玉璽はいらぬものだ。だがこれを利用されれば乱世は続くばかりだ。父上、お許しください。お前の勇気を見た。わしの意志を告げる男だ。父上。さあ孫作、一刻の猶予もならぬ。国へ戻るのだ。はい。そうはさせんぞ。しまった、顔料出した。逃げろ。逃がすな。撃て撃て。孫作、逃げるのだ。はい。この場は私にお任せを。父上、早くお逃げください。お前こそ早く逃げるのだ。孫権様、こちらです。早く。おお、テーブ。お二人ともよくご無事で。お前こそよく逃げ延びたな。静かに。あっちだ、あっちだ。さあこちらです。間に合ってよかった、玄徳殿。さあこの馬で。かたじけない、玄徳殿。さあ急がれた方がよい。カムさん、私は父を信じます。ん、さらば。はっ。おかげでこっちは歩きかい。おい、孫権たちはどこだ。
知らねえな。とぼけるなこいつ。やろう。乱暴はいけません。あんたも仲間入りしな。兄者、この先玉璽の災いが起こるのでは。孫権殿は孫氏の兵法の後継者。敵を欺くにはまず味方から欺く考えであったろう。玉璽をどう扱うかはあの親子の心一つで決まることだ。ええ、我々も見守ることにしましょう。あんなハンコより俺は自分の力を信じてえな。うん。玉璽は乱世の怪しい光を放ち、董卓討伐軍の解散を促した。将軍たちの疑惑は燎原の火のように広がり、新たなる戦乱を予感させた。